Facebook ライブを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井出隊長の今3時そうね、大体ね。はい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井出隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする、30分番組です。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今週も駒込にありますサザンファンが集まるバーハッピーエンドからお送りしておりまして、駒込駅から徒歩5分、北区西ヶ原1-54-6-2階、霜降り銀座商店街入ってすぐとなります。はい、よろしくお願いします。はい、アシスタントエンジェルちゃんです。お願いします。夏は、はい、夏は好きですか？突然のモードが、はい、はい、夏も好きですよ。夏は今年はどっか行くんですか？あー、どうでしょうね。もうライブいっぱい、はい、ね、じゃないですか、夏もね、ライブしてね、今年でもなんか暑そうだね、完全に。そうですね、もうスタートからすごいですもんね。ね、うん、今年は暑そうだよ、なんかね、ね、ちゃんとね、なんか異常気象だなんだっつってますけどね、なんかほら、梅雨があったんだかなかったんだかよくわかんないみたいなこともありつつそうですね、北海道に梅雨来たってね、見た北海道って梅雨ないっつって、うんうん、社会の授業で答え返したじゃないですか、うん、北海道には何とかがないみたいな、なんかほらこんなさ、ね、降水量のグラフみたいなのがいっぱいさ、うんうんうん、なっててさ、うん、6月のとこが、ね、飛び出ないと札幌とかさ、うんね、覚えてるでしょ鮮明に夏がこうなって冬がこうなってるやつがさ、うん、新潟とかさ、うん、そんなんじゃもう、まあ、ダメですよ。そうですね、2、30年前の知識じゃ日本は変わってますよ。知っとるわってね。本当ですよ。そんなんですよ。そうですよ。ね、本当にね。これから日本大丈夫なんでしょうか。いやでもね、大丈夫ですよ。異常気象って言ってないとしないですから。そうなんだよ。毎年異常なんだよね。ね、花粉何十倍とか言い方なんとかしないとこいいと思いますよ。言い方を。もはや何千倍ですよね。本当に。ね、去年覚えてないんだから。そう。ね、そういうことですよ。はい。ね、ということで。はい。じゃあ本のコーナーからいきましょう。本のコーナー、はい、このコーナーは1冊10分で読める本の要約サイトフライヤーに掲載されている本の中からおすすめの本を紹介するコーナーなんですけども、はい、今日の本はこちらです。ドン、ドン、はい、今日の本は、うん、ライフハック大全という本ですね。はい、ライフハック大全、角川さんから出てる本で、はい、堀正武さんという、研究者の方が書いた本なんですけども、ライフハック、結構最近聞きますけどね、名前、はい、ライフハック、はい、なんとなく意味わかります？ライフハックって。人生ライフハックね、はい、情報処理業界を中心とした仕事術って意味なんですけど、はい、最近ライフハッカーなんていうねサイトが結構、うんうんうん、僕もよく読みますけどね、はい、その仕事術のことでいかに作業を簡単に便利に効率よくやるかみたいなことがライフハックって言うんですね、うんうん、ね、で2004年頃からアメリカで使われ出した言葉なんですけども、はい、まあ、簡単に言うと現代版のおばあちゃんの知恵袋的な、まあね、おでこに梅干し貼っときなさい、はい、あったでしょ、それ分かりやすい、ネギ巻いて寝とけとかさ、ネギ巻いて ね、そのネギ巻いての現代バージョン、はい、みたいなもんですね、はい、ということでその250ものライフハックがポイントが、うん、まあ、書いてある本なんですけども、はい、まあ、基本的にそのライフハックのポイントとしては、うん、小さいことをこう積み重ねると大きな成果が得られるよっていうことなんですね、はいはい、日常の積み重ねとかね、うん、まあ、その中で今日は睡眠について紹介しますけどもね、はい、睡眠もね、まあ、僕も結構睡眠不足っちゃ睡眠不足なんですよね。寝る時間ないでしょうね。うん、なんかこう遅くなっちゃったりなんかしてね、はい、でこの人が言ってるのは13-2-1ルールっていうやつで、睡眠のね、13-2-1ルールね、はい、就寝時間を基準にして10時間前にはカフェインを控えるようにする。10時間前結構辛いよね、これもね3時間前には食事を控えるようにする、2時間前には仕事をするなどの緊張感を高める作業をやめる、1時間前には液晶スクリーンを見るのをやめるというものらしいんですけど、これもまあね、これもその説教臭くね、この13-2-1ルールを絶対守りましょうっていうのはできないんですよ。おだけど、はい、まあ、基本的にその、まあ、理想の睡眠時間とかも人によってまちまちなんですけどね、うん、実際のところ、うん、ほぼの人は睡眠時間が足りていない、はい、っていうことを念頭に置いて、この13-2-1ルールを多少気にしとくだけでも全然違ってくる、はい、あ、多少で多少気にしとく、はい、2時間か、ちょっとじゃあもう
11時だから、うん、仕事はやめよう、はい、寝るのは1時だけど、はい、ちょっと11時に仕事はやめてちょっとあとちょっとやっとゆっくりしようとかね、はい、なるでしょ、はい、すごい耳が痛い。やべえ、もう10時だから飯ダメじゃん飯、はい、とかね、はい、飯9時までにちょっと食うようにしとこうとかね、わ、うん、かる、はいはいはい、とかちょっと気にしとくだけでも、はい、実はそれ1時間2時間ちゃんと睡眠時間が得られたりするもんだみたいな、あるでしょ。真逆のことしかしてないですけど、はい、ね、そういうだからこうちょっとしたポイントを押さえておくことで、うん、意外とこう積み重ねとしては、ね、何十年後には何十、そうそうですね、睡眠で不眠症だなんだとか、うん、疲れが溜まってとか、あの頃寝ておけばみたいな話ですよね、っていうことになってくるよみたいな話です、はい、これがまあ250も入ってますんで、はい、超お買い得ですよこれ、はい、ということで今日はライフハック大全でした。早く、はい、フライヤーの方にもようやく書いてありますので、染みてたら、染みてたら終わりました。チェックしてみてくださいね。はい、はい、はい、これお買い得ですよ。はい、はい、ということで、はい、今日のテーマは、はい、先週も言いましたけども、はい、6月30日で上半期が終わりましたね。あ、はい、そうですね。これまあ元々はですね、はい、あの僕が連載書いてますレッティの、はいはい、レッティグルメニュースの方から、はい、まあ上半期終わったんで、はい、うん、体調的に、はい、上半期を振り返って、しかも新店でっていう話です。今年オープンした店、今年の1月1日から6月30日までにオープンした店の中で、はい、美味しかった店ベスト5を決めてもらえないかっていうことになりました、ね、すごい、その依頼も、はい、それで、はい、まあ、あの多分放送が流れてる頃にはもう連載の、はいはいはい、記事も出てると思うんですけどね、はい、ご覧になった方もいると思うんですけど、そんなわけでその今3時でも紹介しようということで、はい、はいはい、ということで、こちら2018年上半期で隊長が選ぶ東京ラーメン新店ベスト5 ということで、ね、これ新店だからね、はい、いやすごい、結構決めんの大変大変っていうか、そんなにお前食ってんのかよみたいな、そんなにあるかと思われるかもしれないですけど、そんなにお店も開いてるのか、大変でしたよ。あ、すごい、決めんの、あ、ここ入れたいんだけどあるんですね、あ、こっちだなとか言ってやっぱ結局苦渋結局苦渋、結局苦渋ですよ、はい、まあでもね、まあ、年末の美味しかったラーメンベスト10も待ってますからね、ここで一回新店振り返っておくだけでも僕的には結構整理になりましたからね。あ、なるほど。あ、結構やっぱ今年当たり年だなっていう、まあ基本的にはその当たり年なんですよ今年、うん、まあ、特に去年今年ぐらいの新店がめちゃくちゃレベル高いですね、はい、おー、すごい。だラーメンブーム、ラーメンブームずっとやってますけどね、はい、いわゆるその、まあ、山岸さんとかああいう方々のラーメンブームがあった、はい、うん、そ、まあだから今から10年20年の頃に大活躍したような、うん、はい、まあ、今も第一線ですけどね、うん、そういう今だから年齢で言うと40代後半から50代ぐらいの店主さんたちのお店、はいはい、立派な店がいっぱいあるけど、うん、そういう人たちのお弟子さんがこの 2,3 年で結構できてきましたね、はい、やっぱねちゃんとしてるんですよ名店出身の人たち、基礎が、もう基礎がとか言う、ね、僕が言うのはおこがましいですけどでもそんな僕たちが食っても、もう本当これ基礎できてんだろうなっていう、師匠がちゃんと、だからちゃんとなんか予想で作ったんじゃなくてね、うん、もうちゃんと師匠たちのラーメン作りをちゃんとこう覚えて、うん、心意気からそう、うん、で自分の味を出そうっつって独立されてる だろうなってお店が本当多くてですね、うんうん、レベル高いです若い人たち、でも僕より若い店主もいっぱいいますけどもね、はい、もうすごいですよ、天才ですよ皆さん、その中で選んでみましたけどね、はい、ということで、なんか7月ですけどこれをやるのはちょっと慣れませんがね、年末じゃないですけどベスト5から発表していきたいと思います、はい、はい、じゃあいきますね、はい、じゃあまず第5位から、第5位はこちらです、ドンドン、はい、第5位はドン、人形町にあります、はい、火の豚人形町駅前店でございます。すごい名前ですね、また、はいはい、火の豚、火の豚、これはね、はい、サッテっていうね、うん、あの埼玉のサッテ、はいはいはい、東武動物公園の幸せの、はい、そう、サッテっていうところに、うん、まあ2年前ぐらいですかね、この火の豚が突如オープンしまして、はい、まあ、すごい話題になりまして、おう、これがですね、見ていただいたら分かるんですけど、はい、これ二郎プラス
猛虎。ああそうか。なんですよこれ。おフュージョンっていう名前のメニューなんですけど。やべえ、なんか一気に親しみが湧いたんですけど。かわいい。ジロー足す猛虎ね。わかるでしょ。見るからにですよね。で、うん、パッと聞きね、ジロープラス猛虎やっちまったなこいつと、うん、ついに誰も手を出してなかったこのこんなことをやってしまったのかみたいな感じで言われてたんですよ、はいはいはい、ですけどこの人は、ジローにも猛虎タンメン中本にもいた人だった。おおすごい。ちゃんとジロー猛虎タンメン中本両方でちゃんと修行して勉強した人だったんですよ、はいはいはい、完璧に習ってこう知ってる人のフュージョン、はい、なんでまあいわゆる二郎系のラーメンに麻婆豆腐がかかってますけどね、はい、これがねただ単にこういう色物的なものではなく、うん、すごいよくできてるんですよ、まあ、スープがドロッドロの豚骨スープなんですけどね、うん、そこに固めの極太麺をこう絡めてまして、うん、で上に特製の麻婆豆腐がかかってるんですけども、この麻婆豆腐がポイントで、うん、粘土をですね、はい、粘土、はいはい、ね、粘り、うん、粘土をかなり強めにしてあるんで、はい、普通に食べてたら自動的にはスープに溶け込まないんですよ。おだから初めは結構こうジローがで楽しめるんだけど、で好みに合わせてこの麻婆をジローのスープに溶きながら食べられるっていうね、もう具ですね。そう、もうすごい、このまた、まあ、もちろん中本出身ですから、うん、ビシッとした辛みでね、うん、これがね合うんだないい声出ましたね、うん、ちょっとだから色物っぽい、うんうんうん、まあだからちょっと体験しに行こうぐらいな感じで食いに行ったんですけどね、はいはいはい、いやよくできてんなこれっていう、ダブルインスパイア、そうなんですよこれ。しかもそのもあの中本っぽいこの麻婆に負けないようにスープ強くしてあるんで、うん、これはね素晴らしいですよ。ついに都内進出しまして、はい、2月に今年2月に人形町の駅前にできたんで、はい、これはどちらのファンの方も食べていただきたいなと思いますよ。これハマりそうですね。どちらでも修行してますから由緒正しい店ですからね、はい、ぜひ食べに行ってみてくださいということで、5位は火の豚人形町駅前店でした。さあ4位いきましょう。はい、はい、第4位はこちらです。ドン、ドン、はい、第4位は新橋にあります、はい、孫作というお店です。孫作ですね、はい、これはですね、はい、びっくりした方も多いんですけども、はい、私もびっくりしたんですけども、はい、車輪というね六輪車系の車輪の新橋西口店、はいはい、新橋にある車輪が急に看板がひっくり返ったぞということになりました。なんか新橋の車輪の看板ひっくり返ってるんですけど何ですかねこれみたいな感じになりまして、である日まあみんなそのフリークを中心に食べに行きましたら、はい、味全然変わったんですけどみたいな何何何みたいな感じになったんですね、はいはい、で、まあ、僕もすぐ食べに行ったんですけど、はい、だから初め店名未定みたいな感じの、うん、看板ひっくり返しただけだったんだけど、それもおしゃれだなまた、はいはい、ということで5月にその新橋の西口店の車輪が完全に味と店名を変えて完全リニューアルしたということです。これがまあつけ麺なんですけどね、はい、これ全然車輪のつけ麺じゃないでしょもう見た目、うん、ねということで、これまあ豚つけってやつなんですけども、はい、もう六輪車系といえば濃厚豚骨魚介っていうのがもう完全なもう代名詞ぐらいの、はい、まあ、流行らせた一つのね、大きなお店なんですけども、うん、それを完全に封印しまして、はい、魚介を全く使わない、うん、魚介ゼロですね、うん、で鶏と豚でさらっと仕上げてまして、はい、少しノスタルジックな雰囲気で仕上げてるというやつですね、はい、でも濃厚でなくてもしっかりとスープが持ち上がってですね、うん、まあ、ここに入ってる通り、うん、たくさんの野菜とお肉いっぱい入ってます。すごいですね。なんかとともに麺をすするとたまらん、もういろんな味する。中に大葉が入ってます、うん、大葉、しそが、これがまたね、面白い、日本人に生まれてよかったなという聞いたことある、うん、このノスタルジック感と、まあ、六輪車でこう磨き上げたスープと、うん、たまんないですよこれ。で
またびっくりするのが最後スープ割りなんですよね、はい、スープ割りお願いしますって言うとね、やかんがこうやって出てきてスープ入れてくれるんですけど、これがなんと、ほうじ茶なんです。あ、分かんなくなったスープ割りがほうじ茶なんですよ。黒いのね、でほうじ茶で割るとこのスープの油分が飛んで、すんごいさっぱりしてんの。すごっ。で最後まで美味しくいただけて、思いつきますそんなの。すごいですね。何これ何これ、ほうじ茶割り行かないで分かんないです。すごいでしょ。でこれできた時ね、あのまあ今さん時にも月明白とかで出ていただいてますけど、あの三田さんね、六輪車の大将が入ってて、作っていろんな人のこうね反応を見てんですけどもね、だから車輪がこの方向になっていくのか、その六輪車のセカンドブランドとして今はね六輪車のつけ麺を少しライトにね、あの食べやすい値段でっていうことで車輪がたくさんありますけど、今後こうなっていくのかまだ分かんないんですけどね、とりあえず1店舗できましたけど、全然また新しいもの作っちゃったなって感じでびっくりですよ。これすごい才能ですね。新しいつけ麺作っちゃったなみたいな感じなんでね、ぜひ行ってみてください、はい、ということで4位は孫作でした、はい、そう、初め店名未定だったけど孫作になりました名前は。これは気になりますけどいいですね、とりあえず、はい、孫作ですね、はい、孫作じゃない、はい、はい、孫作、はい、次行きましょう、はい、第3位はこちらです。ドン、はい、第3位はこれまたね人形町なんですよ。人形町が最近すごいんですよ。盛り上がってますね、はい、第3位は人形町にあります、はい、クラブ台風というお店です。ここはですね6月にオープンしたばっかりなんですけど、はい、なんとラーメン屋さんでは珍しい、はい、カニ専門のお店です。うわーすげー、カニ専門、カニ専門はい、ラーメンでは、まあ、甲殻類で言えば、うん、エビが圧倒的にカニより前に走ってました、うん、そうですね、エビそばは、うん、ね、いっぱいあるでしょ、ケイスケとかね、サンジはカニか、ケイスケとか、まあ、いろいろあるんですよ、はい、エビの店ね、はい、うん、エビはエニシアとかね、うん、いっぱいありますけども、エビが走ってましたけど、ついにカニ専門のお店ができたということでね、はあ、この台風というお店はもともと茗荷谷に、はい、あったお店なんですけども、はい、茗荷谷を一回閉めまして、うん、海外に羽ばたきまして、アジアで、はい、行列店になって人気になって、はい、今回また戻ってきて日本に戻ってきたというお店で、それが人形町に出したんですけどね、はい、これがカニそば、はい、ね、スープは豚骨プラスカニです、うん、豚骨プラスカニ、はい、豚骨渡りガニですね、はい、でカニのエグさっていうのは全く出さないようにして、うん、だけど旨味をかなり濃厚にして豚骨でさらに厚みをつけてドロッと仕上げてるって感じですね、はい、このここに乗ってる卵ね、卵、はい、うん、これねうずらの燻製です。あ、全然違った、これもいいのよ。うずらの燻製、これもいいアクセントで、はい、でまた刻み玉ねぎが清涼感あって飽きさせないで、はい、上に乗ってるこのあの低温調理のチャーシューもしっとりしててうまいんですよ。でポイントが、はい、雑炊セットがありまして、わ、最後にこのプースーをかけて、ね、もみのりとかねついてくんの、またこれがこうくんってしちゃったので雑炊にして食べるんですよ。豚骨カニ雑炊ってことで、そうなんですよ、カニそばプラス雑炊セットですよ。どうですか、すごい、カニですよ、カニ、カニそばプラス雑炊セットいくらだと思いますか。カニ高いでしょ、高い、カニそばでやっぱ950円とか1000円ぐらいしちゃって、うん、雑炊つけて1300円ぐらいだと思うじゃん、うん、これねカニそば雑炊セットね980円です。すごい、そこ頼むでしょこれ1600円とかしないんですね。そうなんすごい、雑炊セットで、そうなんです、うん、これいっちゃうでしょ、アフターケア、アフターケアもバッチリですよ。そうなのよ、これどうですかカニ、だこれね、はや、まあ、この豚骨プラスカニが作り方が難しかったら分かんないですけど、うん、これ食べたらちょっとラーメン屋さんやりたくなると思う。あ、どうなんですか、うん、難しいのかな。ただねバランスがかなり重要なんだと思うんだな、豚骨とカニの、ちょっとカニも出る
でもエグさ出ない、うん、すごいうまく作ってると思うんですけどね。難しい。ちょっとカニシーンがどうなるか気になる。カニ市場今後ね。本来高いですもんね。あとね、この店の隣にあるコーヒー屋、えこれもえすごい。休憩もできるから今ランクインしてきました今。もう もうラテアートがすごいのよ。あちょっと待って、ちょっと待って、ね、この店もどうですか。さ隣ということで、最後は人形町のクラブ台風でした、はい、ね、コーヒー屋さんセットってね、いろんな店あるでしょ。豚骨カニ、ね、はい、さあ、じゃあ第2位いきましょう、はい、第2位はこちらです。ドン、ドン、はい、第2位は中野富士見町にあります、はい、純手打ちだるまというお店です。まあもう見るからにうまそうですけどね。これいいですね。もうね、やばいですね。自分にもこれテロ起こすぐらいの腹減ってきますけどね。ご褒美感が半端ない。これも3月にオープンした新店なんですけども、はい、こちらの店主は、はい、私も大好き、大大大大大大大好きな、はい、名店、はい、麺屋七彩の出身でございます。おお、ね、うまそう。七彩、七彩といえば、はい、まあ、この番組でも何回も言ってます通り、はい、打ち立て麺、はい、ですね。七彩は注文したら、うん、麺を打っ、うん、その場で打って茹でてくれるというお店なんですけども、その七彩の打ち立て麺の文化を継承すべく、はい、このお店も手打ち麺をしてくれて今いると、はい、で注文後に切りたての麺を手もみして、うん、大釜で茹でて出してくれるんですね、はい、いいですよ。やっぱ麺文化をね広めようっていうその七彩の思いがきっちり ね、伝わってるなっていう感じで、うん、でおすすめはこのチャーシュー麺なんですけども、はい、スープは煮干しがほんのり効いたチンタン醤油なんですけども、はい、まあある意味ノスタルジック感もあるじんわりとした味わいなんですけども、うん、麺とかね、はい、このチャーシュー、チャーシューもいろんな部位が載ってます。そうですね、見れば分かります。うん、がもうそれぞれが特筆すべきレベル、うん、もうすべてに意味があるような。それがいいですね。ね、ラーメンでも細部まで気を配ってしっかり作られた一杯なんで、はい、もうめちゃくちゃ美味しい、うん。ですけどあくまで主役は麺であるということがもう食えば分かると。シンガーっていいですね。いうね、うん、お店ですね。はい、だもう新店と思えないような貫禄というかね、うん、いやもうしっかり勉強して自分の独立に向けてもしっかりいろいろ勉強してきたんだなっていうのがね、うん、本当にわかりますよ。すごい。七彩のファンの方はもちろんですけどね、うん、この中野近郊にお住まいの方はだるまからまた七彩っていただいてもいいし、この打ち立て麺ね、うん、もう何物にも代え難いですよ。やっぱり本当に綺麗ですね、スープも。やっぱ茹で時間とかもね、うん、あの司祭の坂田さんも言ってましたけど、打ち立てだと、はい、その何分以上茹でたら切れちゃうとかね、はい、もうそういうなんかダメにしちゃうかもしれないようなぐらいの、うん、グルテンがほら生成されてないから、はい、普通はこう熟成させてグルテンを出してっていうのがセオリーですけどね、はい、打ち立てはまたそれ、またそれなりの良さがありますんでね。あ、はい、まあ、手が込んでますから、とにかく貴重です。すごいですね、うん、ということで2位は中野富士見町のだるまでした。はい、はい、それでは上半期の新店第1位ですけど、はい、もう第1位はもうすぐ決まりましたっていうか、もうここは本当に今年のベスト10にも多分入るでしょうと思ってますが、大好きなお店です。第1位はこちらです。ドン、はい、第1位は本郷三丁目にあります中華そば西野さんです。いや美しい。はい、ここはもうね本当びっくりですけども、はい、うん、これも2月オープンの新店なんですけども、はい、上北沢にあります、うん、ミシュランのビブグルマンの獲得店ラーメン小池の2号店でございます。はい、うん、ラーメン小池もまあこの番組でも話しました通り、うん、店主の名前は水原さんですけども、はい、ラーメン大好き小池さんですよね、はい、とか言って、はい、ラーメンって言えば小池ですよねとか言って小池ってつけたらミシュラン取っちゃって大変なことになってみんなに小池さん小池さんメールも小池さんまで来ると小池さんお店ですよ、はい、そんな水原さんの2号店 が, 2号店がこの西野なぜだでございます、ね、なぜだってなりません、ね、なるでしょ西野様って来ちゃいますよね、はい、西野様って来ちゃうんだけど、はい、それは後で話しましょう、はい、で目玉がこちら、はい、もうびっくり、僕も東洋経済とかで書かせていただきましたけど、はい、山椒そばでございます。おお、ね、山椒、そうなんです。山椒といえば今までは、うん、
あの中国山椒がまあメインで担々麺とかに使う、はい、まあ、しびれを演出するものとして使ってきたんですけども、はい、この水原さんがさこの山椒そばのね、うん、あの爽やかさとか香りを山椒で見せようっていうチャレンジなんですよ。だからしびれはないです。おお、そうなの。爽やかさとか香りで見せるこの一杯がもう見事だなっていう。スープは煮干し主体なんですけども、はい、香味油に山椒を効かせてて、上に山椒をまたパラッと乗せてまして、はい、煮干しとともに山椒のいい香りが広がってくるっていうね、新しい山椒の使い方を演出したなという感じなんですよね。だからまああのここ2、3年でこの和の山椒を使った店も増えてきたんで、いくつか増えてきたんですけど、はい、僕の中ではこの西野と、うん、あと王子神谷の坂本ゼロワン、うん、それか阿佐ヶ谷にあるあの麺匠の庄野さんがやってる箸とレンゲ、この3店舗が、はい、その山椒の新たな使い方をその紹介してくれたなっていうことで、うん、特にこの西野はもう山椒がすごい前に出てって他の余計なもん入ってないんで、はい、すごい感動しました。いいですね。ねえ、すごいですよ、うん、そして西野、はい、の名前の由来ですね。あ、はい、来ましたね。水原さん、このお店今水原さん立ってますけど、はい、この後その西野さんという店主がやられていくんですか。はい、いや違います、はい、いや僕乃木坂46が好きで。嘘でしょ。乃木坂の西野なんとかちゃん僕知らないんだけど、七瀬ちゃん、はい、西野七瀬ちゃんがすごい好きなんですよ、はい、嘘でしょ。で西野にしてのは乃木坂ののにしましたの、これに変えたらちょっと本格的っぽくないですか店の名前みたいな。全然成長してないんだそこは。やべえ、やべえ人、小池に続きやべえ人な感がすごい。西野取るよ絶対、トライ大賞のなんとかとかって今年また、また西野様でいっぱいメール来るよ小池様に続いて。反省ゼロですね。でもね、そういうね多分ね遊びの部分があるからね。そう、遊びの部分があるから愛しちゃいますね。作れんだよ。いや、すごい、ね、やっちゃいますそれ。すごいよ西野。西野看板見 てもうだって寿司屋みたいな看板だよ。中華そば西野。西野さん来たらやばいですね。ねえ、ね、乃木坂西野さん行ってあげてよ。行ってあげてください。サイン書いてあげて。味は保証する。そうですよね。ねえ、いや可愛いのはわかるけどらしいです。反省ゼロ素晴らしい。ということで今年の上半期ベスト5でした。はい、面白い、はい、詳しくはレッティグルメニュースの方に、記事載っけてますんでね、はい、おさらいがてら確認していただければと思いますし、ぜひお近くのラーメンあれば、はい、食べに行っていただければと思っております、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ生歌いきましょう。生歌のコーナー、すごい。でも新しいものだらけです。そうなんですよ、新しいラーメンがいっぱいできてるなぁ。はい、ということで、今週は、はい、海の親、8月1日に出る、はい、海の親と書いて海の親に入ります、はい、三ツ矢サイダーの、CM で今流れている壮年ジャンプ、はい、ね、壮年ジャンプを壮年です、歌ってみたいと思います、はいはい、新曲です、はい、おい。Thank you.
夏が来てますよ、夏がね、はい、いいですね、ね、はい、夏もラーメン食べてください、汗をかきかき、ねね、そして隣のカフェで涼む、さっきから押しますけど、みんなもうそっち気になっちゃう、ね、いいでしょということでベスト5ぜひ食べに行ってみてくださいね、はい、よろしくお願いします。はい、告知の方はありますでしょうか。はい、はいはい、もうすぐですね、月曜日、7月16日、渋谷 JG ブラッドで小川徹さんコーラスやらせていただきます。またすごい編成なのでぜひ夜いらしてください、ね、いい会場ばっかりだなジェルエンが出てるのいいなラーハクあるじゃないですか、はい、そうだね、はい、体調バンドラーハクライブ、はい、7月19日木曜日、来週木曜日新横浜ラーメン博物館ここお待ちしてますよ。ここでできる人もいないですからね、ちなみにそういないですよ一応、はい、ここすごいですよ。深いでカフェ7月28日今月の末、はい、土曜日名古屋ロックス栄、はい、お待ちしてますよ、はい、名古屋の皆さん、名古屋。そして8月は8月23日の木曜日、はい、新橋のライブカフェトゥモローズでギダユーさん、ね、グレートギダユーさんですよ、店長さんのとこですね、ねえ、はい、ギダユーさん元気ですか、ね、会えます ね、 ね、ギダユーさんなんかね家系の話書いてたこの間、おその資本系の家系がってね、
僕と同じ意見で書いてた、ね、語りましょうね8月に。そうですね、はいはい、ハッピーエンドからのお知らせ。7月13日、はい、サザンセッション会、はい、セッションしたい人、歌いたい人、見たいだけの人も OK、うん、各パート大募集、明日だ、2000円ワンドリンク付き、明日、うん、ね、少年ジャンプやりますか。やりましょう、やりましょう、楽しいですよ。キーは A ですよ。どうする教えてくれましたね、キーは A です。キーは A です、はいはい、8月18日土曜日、浴衣ナイト、ラララのおじさん、瀬取り&海の親、縛りカラオケ、ね、いいですね。浴衣ジンベエを着ながら、ラララのおじさん、ね、ラララのおじさん、ラララのおじさんと海の親だと何曲ぐらいあるのかな。30何曲ぐらい、40、あ、そうか、30、40曲、40曲、50、60曲ぐらいありますから、知ってる曲あるでしょ、うん、ね、2000円ワンドリンク付き、浴衣ジンベエで来店の方はチャージ500円引きですね。はい、着付けも受けたまわります。ドキドキしますね、はい、はい、10月5日、はい、ハッピーエンド3周年井手隊長スペシャルライブ、はい、ね、どうしようこれ、ね、ゲスト東和さん、圭介さん、はい、ね、頼もしい。ご本家もやらないようなマニアックセトリで たっぷり2時間、はい、ね、マニアックセトリどうしよう。ハッピーエンドに来たことない人も OK、ね、ハッピーエンドに来たことない人も OK だけどマニアックですから。まあそれはもう愛しのエリえやんないですね。ああ、びっくりした。希望の友達とかもやんないですよ。やんない、ね、希望の友達やんないですね。真夏の果実やんないですね。やんないですね。ということで、それでもいい方、はい、いるでしょう。いっぱいいますよ、ね、こもごめワイワイホールに似て、はい、2000円プラスワンドリンク、はい、お申し込みはホームページ、Facebook、Twitter ご覧ください。はい、はい、ということで、はい、ということで今週はラーメンでした、はい、いっぱい喋ったから大変だったな。、ね、楽しそうでしたね。でもレベル高そうだったでしょ。いや、これすごいす、上半期のしかも今年できた店だけだからね。これすごいですよね。すごいよな、ラーメン界ってすごいですね。ルーキーだよ今日の5点全部、うん、いやー、どうするかな年末な、これえもう年末そうですよね、難しいですよね。本当にすごいよね、なんか別ジャンルな感じがしますもんね、もはや、もう進展は抜いてとかやらないと難しいんですか、どんどん言い訳多くなってくるよ多分。あお、ね、今日のは東京の進展のベストバディですかね。そうですね、2年目以降の皆さんは全然あれですよ。暑い、ね、暑いですね。俺の店がねえじゃないか、2年以上やってるでしょ。そうですね、そういうことですよ。最後ですね、はい、ということでございまして、来週は、はい、来週はなんと、はい、新横浜ラーメン博物館から生放送、うん、はい、やったー、久しぶり、すごい。そしてお店はなんと、はい、品そば屋、うわあ、品そば屋から生放送だ。やべ、もうテンションが、品そば屋から、そうそう、生放送できないんだから、できない。いや、もちろんですよ、ね、でも、あの前回の品そば屋で出ていただいた宮本さんは、はい、独立されました、はい、なんと本郷台でフリーバードというお店を始めまして、はい、なんとあの山地力也さんが2018年開店した店では最も注目すべきお店、うわって書いてましたよ。僕まだ行けてないんですけど。おう、そうなんですね、うん、行かなきゃ、行かなきゃ、ね、ですけど、そんな宮本さんも羽ばたきましたけども、はい、佐野さんの品そば屋から生放送します、はい、新メニュー紹介します、はい、ぜひご覧ください。はい、はい、ということで今週もありがとうございました。はい、アシスタントはエンジェルちゃんでした。鉄道タクシー隊長でお送りしました。ではまた来週、バイバーイ。